X-Men チルドレン・オブ・ジ・アトム。アメリカの超人気コミックキャラ X-Men が格闘アクションになって日本上陸。このセガサターン版 X-Men ではキャラクターごとの必殺技の他に大きな特徴がある。それが攻撃を食らって吹っ飛んだ相手にさらに攻撃を加える追い打ちシステムだ。この追い打ちシステムでは2連発3連発などは当たり前、中には99連発まで可能にする猛者もいるという噂だ。格闘アクションの世界に新風を吹き込む X-Men チルドレン・オブ・ジ・アトムは95年秋に発売予定です。